悪のトリップ攻略会議。さあ最後はこちらでございます。はい、もう引くまでもないんだけど引きます。はい、おじいちゃんおじいちゃん実はあの作中で一番つぶらな瞳をしているんじゃないかと評判のおじいちゃんでございます。かわいい、かわいいよね。おじいちゃんのこう目となんか表情と癒されるんですよ。このかわいいさ、顔のねかわいいさのギャップが実はボディの方にあるかもしれないです。のちのち。そうなんですよ、ギャップがすごいあるんですけど、ただこれおじいちゃんとしか書いてないから誰のおじいちゃんか分かる話なんですけど、ちぐこの、はいはい、ね、おじいちゃんで、何がしで面倒を見てくれてるのがおじいちゃんなんですけど、おじいちゃんもすごく心が綺麗で、はい、もう黒間が千鶴子のところに来たのもおじいちゃんがきっかけというか、はい、周りがわー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 言ってる中でおじいちゃんってどこか安定してるというか、確かに冷静ではありますね。そうなのよね、常に。でもなんかそのこうひょうひょうとした感じでスッて入ってくるセリフがまた面白かったりとかね、はい、本当に一言一言がいいんですよ ね、あの相馬さんもすごい楽しいんで、はいはい、演じられている印象が私はありましたけども、しずこも結構おじいちゃんにもツッコミ多いのでそうね、おじいちゃん、ね、あとね、おじいちゃんと熊怪人っていうのが意外と絡みがありまして、そう、はい、ほっこりほっこりほっこりペア、ほっこりでありつつ意外と作中一番こう切り尽くしいの熱血な感じが出てますね。そうあるんですけど、はい、もうこんなおじいちゃんに至ってまで、はい、濃いキャラクターをしているのがアクロトリップでございますので、本当にあの全登場人物ね、すごく魅力的でございます、はい、もうずっと笑っちゃう作品だと思いますので、ね、はい、ぜひアニメ楽しんでいただけてればなと思っております。お願いします。はい、ということで以上ちづこ&クロマのアクロトリップ攻略会議でした。はい、テレビアニメの放送もお楽しみに。楽しみに。バイバーイ。